時時刻は6時28分を回ったところでございます、えー、先ほどはゲストに来ていただきました、えー、沖縄市役所から市民健康課より、えー、がねこさんとやなさんでした、えー、と本当にですねこの市民公開講座腎臓の話が、えー、いろんなお医者さん複数のお医者さんから聞けるというのはなかなかない機会だと思いますしかも無料ですので、えー、ぜひ皆さん参加してください、はい、ーメール来ておりますちょっと紹介しますね、はい ピーチベルシルバーだよ <laughs> 先ほどの <laughs> すごいプロジェクト番組じゃないですか <laughs> みんなで沖縄しいやいや沖縄全体をもっともっとよくしていきましょうあありがとうございます今度から滋賀都市内で「キクキク」ってきてますなんか告知必要ですね。 ピーチベルシルバーさんって結構 FM 技聴いてくれてる方じゃないですかただねやっぱりね、うん、皆さんこの時間帯によってまちまちちなんですよそう,です、ね、そう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 ,うやっぱりねラジオはその人のライフスタイルとともにありますから、うんうん、かあのこのなんていうの今なんか名言,だった、ね、名言です人生と一部ですから。うんうん さすが、さすが局長ですね。うん、すでもライフスタイルを変えてもらうぐらいのラジオ番組にしましょうよ。名言を上塗りしてきましたね。っかっこいいな。何 <laughs> すかね。<laughs> みんなでサボろう。月曜六時。あ、いいですね。それを標語にしましょう。<laughs> この番組でね。うん、で、先ほどのね、がねこ様、えー、たち聞いてるかなまだ。 もう行っっちゃたかなピーチベルシルバーだよ嫁の兄貴で僕の2個上で40歳なんだけどすごい出口危うく透析目前だった最近は気をつけてるみたいだけど怖いそんなに年が離れてないから自分も怖いということでやっぱりね40近くになると健康が気になりますもんね気になりますね回倒れてるからねうねあの 土,土曜日ね、はい、あのもあいやってるんですけども、はい、同級生で、やっぱりね、健康の話やってたね、健康診断行ってなんとかだよみたいな、うんなんか今ん、なんだっけあの、ビール飲みすぎたら上がるの、なプリン体プリン体でしたっけ、うんまあ、それの値が上がってるとかね、なんかみんな健康の話してるんだよね、まあ、40になるとね、そういう時期みたいですね。 ミキちゃんはもう関係ないじらしてますけど私ね関係あるっていうか面白い話があって私の友達で40歳ぐらいの人が旦那さんムカついた時ご飯に塩いっぱい入れてるって言ってましたその時は分からなかったんですけどこれはすごい仕返しになるんだなってさっき聞いてて思いました。本当に恐ろしいなるほど こんなことさやめさせて。かわいそうに。徐々に増やしていくんじゃないんだね。あ、まあ、ちょっとずつ蓄積させる。恐ろしいね。怖いよね、本当に。はい。ええ、そして、ちょっと本題行く前に、奈良さんからもお知らせがあるということ。そうですね。今週金曜日の、まあ、午後6時なんですが。はい。中上教育会館といって、まあ、ごやにあるんですけども。はい。まあ、そちらでですね。うん。ぐ、返還軍用地の環境汚染を考えるという。 難しいですねちょっと難しいんですけども結構沖縄ね基地がいっぱいあってまたどんどん返還されてきているんですけどもその基地だったところが結構汚染されてたりするんですよね。でまあその汚染された土地そのまま返されても困るのでやっぱりどういうふうにねあのまあ沖縄県民の土地をねまあきれいにして返してもらえるかというまあその助けになる 講演会かと思います。で、ジョン・ミッチェルさんというですね、これはウェールズって書いてあるか、多分イギリスの人かな。ですね。あの、ジョン・ミッチェルさんというジャーナリストの方が、こういう汚染問題とか、あのいろいろ調べてですね、あのやってる方で、なかなかあのね会える方ではないので、ぜひ来ていただければと思います。まあ11月25日来る金曜日ですね、中上教育会館で6時から。 やっております是非よろししくお願いいたします、はい、すごいなこれ上映もしてるということですねその一部も行った方がいいんじゃないですかあそうですね、はい、えっとですね一部二部分かれてまして、はい、二部がこの先ほど言ったジョン・ミッチェルさんなんですが、うん、一部はですね、はい、QAB のドキュメンタリーでなんか賞、はい、を取ったらしいんですけどもこの枯れ剤材を浴びた島2ということで。うん ドラム缶が語る終わらない戦争ってありますけどもこの QA 日でねかなり報道で全国的な賞をもらった取材番組ですね。沖縄の話沖縄市だけじゃなくてこのドラム缶の問題は「茶ャでも出てるし読谷でも出てたりするので結構返還されたところは結構汚染されてるんですよ。今国々も今返還されようとしてますけど。 やっぱりねすごい広大な土地だから適当に返したいんですよね、日本としては、ね、でも、ちゃんとあの県民としてはね綺麗に返してほしいということで日本があれしてるんですか米軍がじゃなくて米軍基地汚されてもですね綺麗、はい、にするのは日本政府がやらないといけないんです、まあ、こで日米安保とかそういったものでも現状回復義務がない,、ね、がないんですね。えー だからやりたい放題ですよね、クーラーも使いたい放題だし、汚してもなんとも思わないからね。うん、あアメリカ人この辺は適当だからね、まあ、そうですね、<laughs> 今日も出てましたよ、新聞に、今日か昨日かおとといか忘れたけど、うん、なんかすごい汚染されていると、流出、うん、そうですね,、うん、ね、すごいらしいですね、そうですねだから時々出るんですけど、裏、うんあのー、添のね、 この倉庫群の近くでマングースを調べるとすごいダイオキシンがいっぱいついてる、はいまあ多分そこら辺にいるなんちの虫とかゴキブリとか食べてるのかな、うん、そ,そ,その食べたものが蓄積していくんですねダイ、うん、オキシンがこのマングースにーつまりそれだけ汚染されたところなんだよっていうのをそのマングースを調べることで分かったりしてるんですよ食べていくのが余計強くなっていく蓄積されて濃くなっていくんですか 蓄積されるからだから結局人間も人間もどんどんこういう汚染物質を食べると中で濃くなっていって排出されないからですか自然に排出されないものもあるようですね特にダイオキシンとか放射能とかもなかなか排出されにくかったりするので怖いですねぜひ皆さんこちらもよろししくお願います今週金曜日6時中上教育会館よろししくお願います中上教育会館ということでねジョン・ミッチェルさん ジャーナリストの話ってなかなか聞けないですからねはい。この人は日本語で話してくれるのかな一応ですね日本語で喋ってるの聞いたことありますけど通訳も入るようですわかりましたよろしくお願いしますそして誠さんお知らせがあるはいあのですね二十三日の水曜日のもうすぐですね朝日すみません沖縄市あの。 リンクアップホリデーっていうイベントをですね、うん、もう5回目かな、うんまあ、地元の若い人と一緒にやってるんですけど、うん、沖縄市役所前の広場でフリーマーケットやら、うん、ライブやら、うん、何があったかな獅子舞とかエイサーとかーあと出店なんかも出る予定ですので、うん、遊びに来てください何時からだったかな2時3時ぐらいからいます。 <laughs> すいません。すごいすごいあるあるちゃんと切ってないんでごめんなさい。まあ <laughs> だいたいお昼過ぎってことですね。そうですね。午後、はい、午後がいいと思います。<laughs> ちなみに四時頃からはい散発しました。四 <laughs> 時頃からなんだっけ <laughs> 子供やりさんなんかもやりますんで。いいでね、よろしくお願いします。<laughs> はい、もう地域のそういった。 イベントという感じで、もう一個あるんですよ。おどうぞどうぞ。で二十六日の土曜日、えっとゴヤ一丁目のゴヤ一通りで第二回ゴヤ一祭りを開催します。おお立ち去年ねあの通り会立ち上げて、去年も十一月にイベントやったんですけど、今回第二回目ということで同じように通り通りをですね歩行者天国にして、民謡やらライブやらダンスやらあらいろいろあってまた 近隣のお店が出店やったりとかもあるかと思います、うん、こちらは4時ぐらいから8時ぐらいまでやってますんで<ー>はいよろしくお願いしますいいですね、はい、以上でございます五家一通りの祭りとそしてえピンクなんでしたっけリンクアップリンクアップポリデーリデーというイベントピン,クピンクって言っちゃったもピンク柄みだな話は <laughs> いやそんな感話やばくとそのマイクピンクだからねあ<ー>あそう <laughs> <laughs> はいということで皆さんよろしくお願いします。ぜひ今度の週末は、ね、いろいろ、えー、イベントがありますので出かけてみてください、えー。それではここからはですね今日はですね子どもの国についてちょいろいろとお話、うん、皆さんとしていけたらなと思うんですが、うんえー、美キちゃん、子どもの国行ったことありますか最近あ 最近はないですねいつ以来ぐらいですかもう小中学生ぶりですねマジはい、家族で行った以来ですあ、違うな、去年大忘年会で行ったやでも中は行ってないですね、そうですね中見てないですよねその印象とかって今どんなこの国のあー、動物が臭いっていう動物は臭いですよ、大体いですよ可愛くてですよ可愛くて臭いっていうイメージです <laughs> 可愛くて好きなんですよしたらがうん、うん、もう小さい時からキリンとシロナガスクジラが大好きでシロナガスクジラい、ね、渋いとこ行くね本当も,もう3歳ぐらいの時からシロナガスクジラ好きなんですよ、うん、俺もあなんでですか でかいからわかりますよでかいからですよねでかかいら。ジンベエザメもいいですけどねでも白鳴がスクジラだねあれ無限ですよね宇宙っていうか宇宙でキリンも大好きなんですよだから中には入らないけど大人になっても今よく夜中とかあの右のところにキリンがいるじゃないですかはいはいはい入り口のあのキリン見に行きますね なんでよ。あれ好きなんですよ癒されるんですよ。最後ちょっとね期間切れ閉めたので脱色脱色でしたね。ちょっと危ない感じがしますが。あえとですね。実は子供の国。キリンの下気持ち悪いよね。足？足あ、ベロ。そうなんですか。なんか紫のベか。分からんけどキリンは癒されます戻して戻して。 高、えー、<laughs> しさんこんばんは子供の国何年か前のエスカレーターの工事で行ったけれど <laughs> <laughs> 仕事でね<ー>多分仕事で,仕事で、はい、いや普通に行ってください <laughs> <laughs> ぜひですね今行っていただきたいなと思いますすごい内容が充実してきているなと感じますでこの前、えー、と先週キッズライダーというイベントまこつさん主催でねちょっと主催というか企画で、はい。 企画委員長でやらせてもらったんですけどその本当にこのイベント力がまずは職員さんたち高いなと素晴らしいですね、うん、何でもできるからね本当にねちっちゃい細かいことですよ、うん、細かいところに気がつくしねふね、うん、僕ら、えー、やり慣れてない人たちからは非常にありがたい、うんうん、ポロポロ出てきましたからねそれをね全部カバーする そうだね本当になんか臨機応変に各々が動いてくれてね、うん、もう大変助かりましたありがとうございます、はい、そんなイベント力の高さというのもありつつですね、うん、要するにね対応力が非常に高いんではないかなと、うん、今思っておりますであのー、今ですねしかも研究機関としての役割が実はあって、うん、この前あの僕園長先生に聞いてきたんですけど、うん、お話をですねあのーうん 飼育、ゾウの繁殖っていうんですかね、うん、この生まれてから育てるまでっていうのは実は非常に難しいと。ゾウ、うん、って群れで過ごすでしょ。うんうん、で個体でこうなえてえっとね育成していくっていうのは難しいと。うん、でも子供の国は今それをやってて、日本中のこの動物園とかからけえっ、ー、と注目されているって言ってたんですよ。うんはい、でそこで僕が思ったのがですね、そのイメージが変わってきたなと。 どんなふうにかというと前はただの動物園ただのって言ったら悪いから動物園僕のもう勝手なイメージじゃ言いますと猿山にヤギがいるっていうあれで衝撃なんですよあったねそうなんだへえ美樹ちゃん猿山を覚えてます覚えてます覚えてますあのボコって深くてねはいあの恐ろしい軍隊ですよねあそこにヤギが 一、一一匹、一頭だけ。いたんですよ。<laughs> か,わかわいそうなの、ね。かわい,そ,かわいそ,それは分かんなかったですよ。最近まで。うましたね。だからね、とっても、そぐれがね。このコース回る、一番最初に来るから。<laughs> とってもね, <laughs> あつか、OK ね。あれ掴みはオッケーですよ。な <laughs> 逆にね。<laughs> 逆に。ヤギ<わ>。ヤギで。うん。なるほど。なんか、どうですか、そんな。 ちょっと前までというかそんなイメージないですかマコツさんナガエさんよくあれ知ってると思うんですけどそうですねやっぱりなんかいろいろなんだこれはっていうようなだからこのヤギもそうだしさ見せ見せ方っていうかね変な動物が変な動物っていうか動物なんかあまりまあパッとしない感じそうそうそうナガエさんはいやあのまあ おっしゃる通りねみきちゃんも言ってたんだけど、うん、やっぱり小学校とか子供の時行って今、改めて子供が生まれてもう3歳になるんですけど、うん、やっぱ子供と行くと、ね、やっぱ楽しいなと思うし、うん、確かに、ね、おっしゃるように臭いとか、まあ、あると思うんだけど <laughs> あの、まあ、今以前よりはね、うん、すごく綺麗になってて施設も。うん さっき言った猿山にヤギも今はちゃんと猿山に猿がいるしねどんどん良くなっていってるし先ほどキリンが好きって言ってたんだけどキリンに餌やりもできるんですよ、日曜日は土日はゾウさんにも。 餌やりできてるみたいなんですけど、うんえー、なんかねそういう触れ合いとか、うん、そういう大型の動物との触れ合いとかいろんなことが結構できてきて馬も乗れるしね。うんうん、馬も乗れるし まナイトズーとかね、あの夜行性の動物とかは。あれ、とってもいいよ。あれ、とっても面白そうナイトズーはね、絶対行ったほうがいいね。彼氏ができたら行こうと思ってる。いやいや、じゃあほら、行けないから。行けないから。なるかわからんからね。友達と。友達と。友達と妥協するか。いや、ナイトズーとかもね、おすすめなんですよ。あれ、とってもいいよ。本当。いつも寝てるクマが、すごい活発なんですよ。ワニもね。ワニとか。ライオンとかも。ワニがぐわって。 なんか垂直に登っていって食べようとするエサ食べるエサとジャンプするわけまあすごいんですカバのエサやりもやってたかなカバのカバもエサあげてますよねカバは普段からやってるあそうな昼も朝朝夜だけやって夜の話してるのにですません夜だけとまね改めてまあ良くなってきてはいると思いますね改善されてますあの 僕話してて思ったのがですね、イメージが変わってきたんだと。うん、要するにあの研究機関としての役割というのが強くなってきて、うん、ちょっと学識高いイメージがだんだんついてきたんですよ。うん、そうですね。なんかチュラウミもそうさね。ねそう、チュラウミもそうなんですよ。おーおー深海魚ね、あの育てて繁殖させてっていう。うん、だからそういうのはまあ沖縄のこの気候ももも気候がいいっていうの話問題もあるし、うん、あとこのスタッフさんが いいろろ勉強熱心でですねねね<ー>っていうのもあるしね本当ねすごいですよね、やっぱりね動物あの実はうちのねえっとルドルフさんからコメント来ているんですけど「え m へもこざ金曜日11時にズーズーワンダーランド」という番組がやっていますよということであの来てもらえるんですけどえっと当然なんですけど皆さん動物好きですごい動物好きって純粋なイメージあって。 そしたら本当に純ほうよかっただからねとってもいいなと今思っていてただその今からじゃあどうしていくのっていう話を実はしたいなとっちさんはい僕も動物は大好きでしていやあのイメージじゃないなそうだねまああの今話に出てたように今ある動物園も ね、あのしっかり足りないところが結構あるから、うん、例えば日差しが強くて夏大変とかさ、うん、トイレとかが少ないとかっていう話もあってですね、うん、そういう既存今ある施設も少しずつ改善していこうということで今動いてて動物園の檻りがあるさね動物の檻、うんうん、もう古いのが多いから。 随時綺麗に新しくしくてていいこうって動であの主、ー、張の公約でもあるんですけど、うん、あの北中城村側に面積を広げてですね、うん、今の規模の2倍ぐらいにして<ー>まあいろんな、まあ、動物を増やしたり見せ方を変えたりとか、うん、そういう形で今動いているということでございます。で今年度もう北中川のの土地の測量も 入っていく感じ。あ、もう予算も、予算も議会取ってますんで、はい、そういう感じで進んでます。これ沖縄市とえっと県がやるんですか？あの沖縄市が、うん、作るの自体は沖縄市がやって、っていう感じですね。あ、結構なお金かかるんじゃないですか？買い取もでしょ。うん、土地の買い取りもあるから、まあそこはまた汚くたのね。 うん、調整もあるし、試験、はい、者の方との調整もあるので、うん、まあいくらぐらいっていうのはまだ分からないんですけど、そのための測量でもあるしね。なヤやさん、ちなみに、どんなこれから動物園になってほしいとか、あうまあそうですね、いや、今ね、どんどん魅力が上がっていってるし、はいまあ、もちろん広げることでね、見せ方とかもいろいろ工夫し,しやすさが出てくるのかなと思うので、それは、はい。はい いいことかなと思いますけど、うん、やっぱりね、まあ、よくこの捕獲問わずで話するんですが。うん、やっぱりみ一番魅力あるのは、まあ、今沖縄市で子供の国だねっていう話をね。以前からもしているように、うん、まあ、やはり。まあ、力を入れるべきところかなと私も思います。唯一さ、本当にね、うん、保守革新問わず推進する。<laughs> この政策と言いますか。 じゃさんももうう反対はしないいいってことや別に私はあんまり反対するのってごくずかで見とくけど議会の中で1年間やってて何百という議案の中でいくつかなんですよ。本当にやっぱりそれはやりすぎな部分とかやっぱりちょっと市民に目をかけないかっていう部分で突っ込んだりする部分はありますけどやはりまあ 沖縄市の、ね、発展のためにも、うん、まあ子どもの国に投資するのはいいんじゃないかなとは思います、うん、<お>ありがとうございますいやこれはだから保守革新関係なく、うん、まあやはりみんな認めてるところだしい、うん、いいんじゃないでしょうかただですねそのちょっと僕が勝手に懸念しているのが、うん、本当にステレオタイプのあれにしてほしくないなっていうのが実はあって、うんうん、はいおっしゃる通り広くしてね <laughs> おっしゃる通り どんなあれを描真琴、ね、さん。うんとはいあ,のある程度、ま、設計図と言いますか、うん、青写真的なのは出てはいるんですけど、うんはい、ちゃんと正式な発表にはまだなってなくて案、うん、の案の段階なのでいろいろ「あこんにちは」あのゾーニングしてですね例えば肉食動物のコーナーみたいなのとかっていうのは。 カテゴリー分けして作っていくのは資料として見,た見ましたけどまあでもこれが決定ではなくてですねんかこの,この道、うん、330からいきなり看板が立ってるじゃないですか。はい、でそこにちょっと何百メートルか行ってまた看板があるじゃないですかあれはなんでですまあ動物園の入り口としての看板と、うん。 サンサン丸沿いにあるのはここから子どもの国だよっていう子どもの国に行けるよっていうこの誘導するためのンンため、ね、あじゃあその間のストロークっていうか、うん、この間の街並みはこれから変わるんですか間の街並みは変わらないんですけど一応帰ってきたんですよちょっとあの道をね少し舗装してちょっとこの子どもの国っぽいっていうか動物っぽいものをちょっとこの舗装したりねいろいろガードレールにもそのガードレールちょっとデザインしたりとか。 いろいろやってますよ、実は。あ、気づきませんでした。すみません。なんか始まるのかなと思っていつもワクワクするんですけ結構綺麗綺麗なところすけ郵便局通りは。綺麗ですけど、郵便局通りは日しか行かないからです。違いますよ。昼行ってますか？昼通りますよ。昼綺麗見てるの一人で。あ、ダメですか？いやいやいや、ダメじゃないけど不審な人がいるってならないかな。 まいいや。すいません。すいません。じゃあ見てみますもっと。うん。ちゃんと周りを見てからね。い。行ってくださいね。じあっちも可愛くなってるんですね。はい。ただこっちの十字路とかにその例えば動物園の子供の国のね看板やるとかそういったことはしないんですかね。もっと増やすとか。だからね。うん。ま今ほらみんなこの。 行く時は結構スマホでね、はい、ナビゲーター使っていくじゃないですかうん、うん、まあどれぐらい必要か分からないんですけども、うん、まあ今でも結構看板は増えてはきては結構増やしてやってはいるんですあそうなんですか国道に置沖なくどもの国っていうことであの看板も設置されてますのでやるべきことはやってるかなと思います国道ってその手手前手前ででしょすけど、うんうん、だから A サーの町ってほらもうあのー、なんだっけ、うん、この エイサー太郎じゃなくて、エイボー、エーボーとかはこのタンクに <laughs> あタンクにね書かれたりもするぐらいシンボリックにしてるじゃないですか。動物も書かれてるよ。そうな、はいはい、んだ。でも今ツイキャスでユウさんが私も気づかなかったですって言ってますよ。あごめんなさい。<laughs> はい、だかねもっと前面に押し出してもいいのかなって気はするんなんか夢の国にしましょうよ。うんうん、はい。 そうですね。もっと色鮮やかにしてからあのキラキラさせたらいいと思う。お姫様だなお前だってあのカバは上等と思うんですよ。ああれね。うんあれ変わったじゃないですか何年か前。あれなんかワクワクするからいいと思います。うんそうですね。本当にあのなんていうんですかね。これからねやっぱりその利用法とかがまこつさんおっしゃるように出てきます出てきますよね。うんはいなので。 ちょっとここでちょいちょいやっぱ捕獲問わずは子どもの国を推していきたいそうです自分でごめんなさいいいい勝手にっっちゃてすと思まそういえば全然違うんですけどあさってアイレディスクリニックの4周年のこのクリスマスコンサートがあるんですよはいはいはいそれにも沖縄子どもの国の動物たちが来るって言ってましたよそそそうううすごいですよねコラボ出張動物園ふれあい広場みたいな だからそういったのでえっ、ー、とまあ触れ合う機会も多いですし、うん、また馬もたまにこっち歩きますからね <laughs> あそうなマハラ製でしたなんかさんさん散歩してるんです。そうそう,そう<ー>なので、えー、余計ですねやっぱりこの市民の皆さんもぜひえっ、ー、と自分がこう描く動物園というかこんな風にしてくれ っていう意見はですねどんどんこちらにもいただきたいなと思いますえゆうさんみいきの意見に賛成ってきてますねでルドルフさん県外の私は子供の国があるなんて知らなかったですよ沖縄本にはあんまり載っていないんですよそうですね結構観光の本とか載らないもんね載せたいですねそういうのもねせっかくなんでねまあ今後の課題ですねやっぱりあれじゃないですかもっと充実していってもう自信持ってどうだっていうそうだねうんうん そろそろじゃないですか。もうゴリラも相当いいですから。<laughs> ゴリラ、チンパンジー。<laughs> なんでこんなに子供の国の話、渋い顔してやってるんですか。か <laughs> 渋,いい渋い顔してる渋い顔してる。やっぱりターゲットを絞ってやらないといけないと思うので、あ<ー>まあ誰でもこいではないと思うんですよ。今のターゲットは誰なんですか。観光客というよりはやっ,やっぱり子供。<laughs> 子供たちであったり、あ<ー>まあ、そういう部分かなと思いますけど。でも、あ<こ>最近さ、観光客も徐々に増えてきてますよね。ててねうん、この間、あの、行ったら。き京,京都、どこだった。あ、<ー>違う。 埼玉から来たっていう子供に絡まれてからさ<ー>一緒にやんたくして <laughs>、うん、ああいいですね<し>やっぱね象、ね、の子供見れるっていうのはね、うん、なかなかないと思いますのでそうですねはいえこ、ー、の国はこれからちょっと注目していきたいと思います、うん、それでは、えー、捕獲とはず時間になりましたお相手は ふわ直也と上条美希と中澤誠とはい山内でした、はい、それでは皆さんまた来週今日も、えー、コメントたくさんありがとうございますありがとうございます,いますさよなら,さよならお疲れ様でしたお疲れ様でしたアメリカの大統領って何の話しようした <laughs> <laughs>